翔平 TV プレゼント企画、肩・肘痛の予防軽減ブレイスレボ東急サポーターを5名様にプレゼント。東急時の内線海内の動きに注目、サイズは当選後に選ぶことができます。詳しくは詳細動画をご覧ください。はい、どうも了解です、よろしくお願いします。はい、ということで本日なんですけれども、僕が野球やるときにいろいろユニフォームを変えてるんですよね。まあ、例えばラガーズでダブルヘッダーあったら1試合目はストレートログ、2試合目はショートフィット系とか、っていう風にいろいろ変えてるんですよ。で、僕が今のところ5種類ぐらいのパンツを持っています。なので、まあ、どれがどういう風に着てるときに見えるのかとかっていうのをちょっとね、お送りできればなといったところで、草野球人向けになっちゃうのかな。でもショートとショートフィットとかね、そういうところでは、まあ、高校生とか、中学生とかっていうのも着た感じこういう風に見えるんだっていうのも分かると思いますので、今回は、そういう風な形で、各、ユニフォームをいろいろ着てって、まあ、または、まあ、キャッチャーなので、まあ、座ったりとかっていう動きが多いので、まあ、そういったところでちょっと、まあ、座って膝の曲がり方ってこんな感じなんだっていうのもちょっと、見ていければなと思います。じゃあまず1着目着替えてきます。はい、ということでまずは1着目レギュラーですね。レギュラーフィットか、少しフィット系なんでピタッとはしていますけども、まずはレギュラーフィットのパンツになります。これがね、ちょっとほらこの辺まで微妙な長さな感じがしています。まあ、また上こんな感じ、ここの幅をね、僕が履くときはこうやって上げて、一時ばっきりのちょっと高校生スタイルみたいなで、ここにちょっとダブつかせる感じで履いたりしているとか、まあ、あとはこうやってかぶせちゃう、大学野球の選手とかによく見るこうやってかぶせて履く感じのスタイルを僕は取っています。なんで普通のショートフィットよりかはここにね、なんかこういうシワっていうのかな、ができるような感じのパンツスタイルとなっています。座った時とかもここが張りすぎない、ショートフィットで結構ね最初から上がってるような、ズボンスタイルだとここがちょっと張りすぎちゃうっていうこともあるんですけども、まあ、それはないのかなっていうようなキャッチャーやってて思います。で、あとは靴下が下がってきてても、このショートフィットだったらこうやってね中に入れてやってるので、このね幅も長いので靴下が降りてきた時にユニフォームからねはみ出ちゃうっていうのはないのかなというふうに思います。でもまあフィット系だからスラッというふうには見えるのかなといった感じですね。高校生とかはあんまりこうやってしまう人っていないんで、まあ、大学生とか草野球人とかがストッキング結構上げたいっていう人なんかはレギュラーのフィットスタイルっていうのはおすすめなのかなというふうに思います。はい、じゃあ次のやついってきます。はい、消えてきました。これがローリングスの 4D のショートフィットになります。さっきよりねちょっと短めかな、ここが丈がちょっと短めかなっていう感じがして、ちょっと狭め、な感じのユニフォームです。これはさっきユニフォーム隠したと思うんですけど、高校生とかが隠さずにこれを上まで上げてたわみを下の方に持たせるっていうような書き方、高校生してないですか。下の方に膝のところにたわみを持たせて、ここはねどちらかというとピタッとしたような感じで着こなしてる人が多いのかなというふうに思います。この着こなししてるのやっぱ有名どころで言ったら、イチローさんがまあ履き方的にはこんな感じのユニフォームの履き方をしています。座った時、これはまあローリングスのもう 4D だからめちゃくちゃ伸縮性いいんで、これだったらショートフィットでも何もストレスなく履くことができます。まあ、ちょっとねやっぱショートフィットだからここの出っ張りっていう点ではこういう風に出てきちゃうので、でもあんま気にならないかな。まあまあちょっとはさっきのレギュラーよりかはここの股関節の部分のこの座った時のこの感じっていうのはちょっと違和感、まあゼロに近いけど、さっきよりかはあるのかなというふうに感じています。で、まあちょっとかぶせてみるか。はい、今ちょっとかぶせてみましたけれども、やっぱねかぶせるとね、ここの方にたわみっていう点では全体的にたわみを出すのはちょっとショートフィットじゃ難しいのかなっていう、さっきはねこの辺までたわみがあったんですけれども、なんかぶせて履いた時には膝周りのたわみをちょっと作れるのかなぐらいの感覚ですね、着こなし方的に言うと。まあでも本当に全然こうやって上がるので、まあまあ、こういう着こなし方、めっちゃパツパツ短く履くっていうのも全然着こなしの一つなんじゃないかなというふうに思います。特にね、高校生はやっぱ今出したレギュラーフィット、ショートフィットっていうのは流行りの部類にはなってくると思いますので、皆さんどっちのタイプを選ぶかっていうのは気になると思いますので、自分のご自身の好きな方をぜひ選んでみてください。またね、草野球人とかでもこういう履き方してる選手全然いますので、足早く見せたいっていう、足早く見えますもんね、なぜかよくわからないけど、オールドスタイルっていうのを好む方は草野球人のこういう格好をしてみてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ次のいきまーす。はい、ということで次はネワードさんですね。ネワードさんのアメリカンショートパンツってやつです。どうですかこのたわみ具合。
結構ダボっとしてるんだけどショートスタイル。今多いのが中村晃選手、牧原選手と、去年まであと杉谷選手とかはちょっとダボっとしたショートタイプのパンツ履いてて、まあメジャーリーガーで言ったらやっぱね、ジャッジ、アルトゥーベ、その辺がこういったちょっとダボっと、ちょっとどころじゃないよね、めちゃくちゃダボっとしたタイプのショートパンツを履いてる選手が、まあ最近の流行りですよね、ちょっと多くなってきたかなっていうような感じです。僕 ZOZO マリンはねこれで出ました、アメリカンショートで出て、これのいい点って生地はねちょっと分厚めなんですけれども、レワードさんしか出してないからね今のところは、なんですけれどもやっぱたわみがあるおかげでめちゃくちゃリラックス、あー楽だわーって感じで動けます。今はこれ全部ね閉じちゃってる、今はかぶせちゃってる状態なんですけれども、どうですか重ねるとやっぱりちょっとメジャーリーガーっぽくならないですか。もうちょい上げてもいいのかな、これをこういう風に。言い方悪くするとルーキーズ、沢村栄治さん、サルヒンさん、ベイブルース戻ったよねっていう、ただそれよりかは今に合わせた着こなし方っていうのかな、ビッグシルエットっていう点でどちらかかなり今に近いような感じでユニフォームのパンツスタイルとなっています。まあ今ね私服でもワイドパンツとかって流行ってますし、そういう点で言うとねこれもどん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 流行り出すんじゃないかなというふうに思います。ただこれね高校生は禁止だったかな、同じショートタイプでも確かアメリカンショートはまだ履けなかったはずだから、まあやっぱ草野球人向けですね、草野球人の方なんかは珍しめなパンツで、まあ今アメリカンっていうのも結構流行ってますし、こういうのも取り入れてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ次行きます。はい、4着目はアメリカンロングパンツ、ロングフィットって言ったらいいのかな、ローリングスさんのこれこそタティスが履き始めておってなったようなパンツで、 NPB の選手だと栗原選手、今も多分ストレートロングだけどね、あとは今井投手とか杉本選手、これに関してはくるぶし見えます、でも長めのパンツでフィット系ですよっていうような感じで、僕の場合はねちょっとウエストが M だとここがおかしくなっちゃうんで、 S を買ったら足の長さ的には M なんでちょっとツンツルテンって感じしますけど、僕トラウトモデルのスパイク持ってるんですけれども、あれってまあハイカットミドルカットこのぐらいの気味のスパイクなんで、そういう時にはすごい合わせやすいのかなっていう、このパンツは効果高いというか、くるぶしが隠れてるようなハイカット気味のスパイクの時なんかはすごいよりマッチするんじゃないかなっていう風な感じしましたね。めちゃくちゃ締め付け強いです、これサポーターいらないぐらいの、ふくらはぎサポーターがいらないぐらいの締め付けしてるんですけど、ここに関してはね普段と他のメーカーと変わらないぐらいの、他のパンツって言ったらいいのか、ロニクスの 4D にしては変わらないぐらいのパンツなんで、ここもやっぱりちょっとまあフィット系なんで、しゃがんだ時にこの可動域っていう点ではちょっと狭まるかなっていうような感じはするんですけれども、これが一番気になるかな俺的には。だから多分自分がもうちょっと太るか筋トレしてでかくなって M サイズを買えばいい話なんですよ。そうすれば全然見栄えよく履けるかなっていうような、なんでこのパンツはちょっと体格に左右されやすいタイプのパンツかもしれないです。動きとかっていう点では全然問題ないんですけれども、その見た目っていうんだとちょっと僕みたいなひょろい選手よりかは、まあガッチリとした選手が着たらかなり似合うんじゃないかなというようなパンツになります。はい、じゃあ次いきます。はい、ということでラストですね、もう穴開いてます、だいぶ履き古します。ローニングさんの 4D のストレートロングパンツ、1個前のモデルかなのタイプのパンツとなります。この特徴はマジで本当に楽、ストレートロングってこんな楽なんだっていう、どこに対しての締め付けもないので、若干ねフィット気味なのかなっていう、他のメーカーさんで、ね、言うとちょっと水野ガチパンだとかネオステータスとかっていう、どちらかというと低価格部類なストレートパンツなんかよりかはちょっとは細めかなと、っていうのもでもこの伸縮性があるんでね、ローニングさんに関しては、なんで履いててマジで本当にストレスがないです。僕はもう最近ずっとストレートロングばっかりかなっていうような感じがしますね。まあショート履いたりとかもしますけれども、基本的にはストレートロングを履いています。草野球人でもこれが一番多いのかな、やっぱ今見た感じだと。僕が好んで履く理由が、まあストレスがないっていうのと、ここなんですよ、紐が隠れるんですよね。やっぱキャッチャーやってるとどうしてもズレで紐がねほどけちゃったりとかっていうのが多いので、この足掛けの紐が切れちゃったんですけど、もともとついててこうやって足掛けをすることによってここがなかなか動かなくなるような感じがします。これもね、この股下のところに関してはすごい、さっきのアメリカンロングと比べるとめちゃくちゃ開閉もしやすいかなっていうので、キャッチャーでもね僕の何のストレスも本当に感じずストレートロングを履いているっていったような感じになります。一番僕的には足が綺麗に見えるのかなっていうような感じで、ストレートロングパンツに関してはいろんなメーカーがね出していて、まあ、それこそさっき言ったガチパン、水のプロも足掛けストレートではないですけどもストレートパンツ出しています。ストレートフィットかっていうの出していたりとか、レワードさんがねいろんな種類の美脚パンツだったり普通のストレートだったり、あとはフレアパンツ、まあ、ちょっと大きめな太めなタイプの
ストレートロングで出していたりだとかっていうのがあるので、意外と種類が一番多いのはロングタイプのパンツなのかなっていう風な感じがします。素材的にはやっぱ僕一番好きなのはローリューさんかなっていうのはあるんですけれども、水のプロももちろん似たようなすごい伸縮性のいい素材を使っていたりとかっていうのがありますので、まあその2つのどっちかかな、ストレートロングでおすすめなのはっていうような感じになります。ということで今ね5種類のパンツかな、僕が今普段いろいろ履いているパンツのスタイルでちょっとキャッチングまではいけなかったんですけれども、しゃがんだりとかしてみて、自分のキャッチャーの動きと比べてみるとかっていうのをやってきました。いろいろねパンツの種類もこれ以外にも多分あると思います。ある程度のパンツの種類はこれで網羅してるのかな。もちろんフレアとかそういうパンツに関してはストレートロングの中のちょっと部類なのであれなんですけど、ある程度言われている部類のパンツいろいろ履いてきました。ちょっとね、僕のガタイが細いので皆さんの参考になるかって言ったら若干微妙な部分もありますが、まあね似たようなガタイの人でどういうの着たいとか、あこういう感じに着れるんだっていうのが皆さんに分かっていただければなと思います。ぜひぜひ皆さん自分に合う自分が一番イケてると思うような、パンツを見つけて、履いてみてください。はい、ということで本日はユニフォームズボンね5本履き比べをやってきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしゃー、チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。それではあれしゃシチョヘ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。